絶対本気で怒ってたわよ、ミタさん。間にネットがなかったら夏野くん殴られていたかもね。そいつは惜しかったな。ここであの人が暴力事件を起こしてくれたら大本命が消えて夏の大会が面白くなったのに。本気で言ってる？半分。え？まあいや、3分の1ぐらい。妹思いのお兄さんになんてことを。そのセリフをそっくりそのままお前に返してやるぞ。あら、妹思いのお兄さんになんてことを。大丈夫ですかお兄様。やかましい。犬もやかましい。